介護職員にプロ意識を伝えるリーダーの関わり方というところなんですが、まず介護職員というのをちょっと思い出していただきたいんですが、皆さんの現場にいらっしゃる介護職員さんたち、お顔を浮かべてくださいですね。遥か彼方の銀河系からようこそ地球へという宇宙人クラスの方々もいらっしゃいますし、ですね、それから以前の施設や体験の中で傷つき、やめたということを時に罪のように思ってですね、ちょっと元気がなかったり、ふてくされたり、または過剰に期待を持ったような職員もいるでしょう。またはですね、まあベテランと言いますかね、非常にもうドンってすれば世の中全部変わるぐらい思ってるね、おばあちゃんという人たちもいらっしゃるかと思うんですけども、まあいろんな方がいらっしゃるわけですが、で、ですね、そこに新入職という場面がどの職員さんもあります。新入職の時、この時に新人研修というのをきちんとしなければなりませんですね。身体拘束、抑制禁止に対する意思づけと責任の所在ということで、私たちの施設はお年寄りを縛らない、縛らないために行うことがすなわち看護介護だということ、まずこれをですね、新人研修の項目にガチッと入れますですね。身体拘束ということを勉強することはもちろん大切なことではありますが、なぜ新人研修の場面で言うかということですね。これがプロ意識の素地になっていきますですね。つまり身体拘束というのは素人に分かりやすいからです。昨日まで高校生だったり普通の主婦だったですね、いくら入職したといえばまだまだ素人の人にカーッと場面が浮かぶからなんです。分かりやすいからです。素人受けするからですですね。教育ツールとして非常にそういう意味では使いやすいということなんですね。私たちの施設はお年寄りを縛らない、縛らないために行うことを看護介護と言いますよ、ドンと言いますね。そして図の24、身体拘束禁止の意識と責任の所在と書いてありますが、これを最初にドンと出すと、へえ、身体拘束ってなんかとても大切なことみたいだな、なんか重要なことみたいだなというふうには思うわけですね。そうすると身体拘束というのは日常の言葉ではありませんので、一般の素人さんは何のことだろうかと思うわけです。身体拘束にはね、見える拘束と見えない拘束があるのだよ。抑制とか行動制限という言葉に置き換えることもあるということで、2ページ目を見てください。2ページ目、見える拘束というのはね、例えば半括弧の1番ですが、ベッド柵を4本にしてベッド内に閉じ込めること、2、つなぎの服を着せること、3、部屋や窓に鍵をかけ自由に開閉できないようにすること、4、薬を飲ませおとなしくさせること、5、操作しなければ開閉できないようなエレベーターとすること、6番、ナースコールを押させないようにすること、7番、ナースコールが鳴っても応答しないようにすること、8番、お年寄りをつねる、なじるなど言葉や行動で暴力を振るうこと、9番、ふかふかのソファーに座らせて立てないようにすることね。日中離症、日中離症っつってね、車椅子で一日中座って空を知られたくなりますよね、こちらの柔らかいソファーにどうぞみたいなね、ふかふかソファーですから膝よりもお尻の方が深まります。膝よりもお尻の方が低いところで起き上がるのはかなりの腹筋力がいるわけですから、それとひっくり返った亀みたいに大変なことになるわけですよね。このようにして新人研修の中でですね、上司とは誰かですね、そしてリーダーとは何かということを展開していくんですけれども、ところがですね、本当に現場に入ったらですね、事故が起きるんですね。そしてあの新人研修の時に私たちに伝えようとしていたのは一体何かということ、これを職員たちは学んでいきますですね。まず新人たちは報告が何かが分かっていません。報告をですね、報告をしなさいしなさいって言ってるけども、報告が何かわからないわけですから、お手元の資料の、3ページ目になるわけですね。報告というのは口頭で伝えるのも報告になるのですよ。日時や名前が書いてあればメモも立派な報告なのですよ。申し送り項目にすること、記録に書くことですね、報告書などの文書にまとめること、会議で発言すること、このあらゆるを報告と言いますですね。
その場その時ですぐ報告することもある。1日経って次の日に報告することもある。1週間まとめて報告することもある。1ヶ月後に報告することもある。時間の長短があったとしても、このフロアにおいてですね、あったあらゆる出来事をが私に届くということ、これが大切なんだということを新人にちゃんと言っておかなければなりませんですね。短歌注意してましたね。じゃあ今までも注意していて、この度転んだんだったら、今までの注意の何が悪くて、これからの注意はどうするんかってこと、これちゃんと押さえるんだとまた転ぶよってことですから。見守る見守るって、いつどこで誰が何をどう見守るの、声かける声かけるってですね、何のためにどんな声かけをするのですね、それを詰めないから転んだんでしょうがってことですね。これをちゃんと詰めるということですね。これがケアとしての責任ということです。ですから